くん愛してるギフト、翼ほしいさん愛してるギフトありがとうございます。ヘンジさんかわいいギフトありがとうございます。福士お疲れ様でした、配信たくさん映ってたよって、やった映ってた配信。こんばんは。ニコ生で見たけどすごい良かったねって、ありがとうございます。そうペダルセンター回すやつ、まことさんありがとうございます、ガモーさんありがとうございます。そう今日はねヘタレの衣装でした。1曲目がヘタレたちよで、ヘタレの衣装で。猫さんお花ありがとうございます。ペダル、来るの待ってたけど眠い。でも一番じゃない、私フェス組で配信始めたのめっちゃ早く始めたよ。ブンさんありがとうございます。スポーティー、そうレッスン着兼レッスン着。久しぶりにリカちゃんのステージ見られてよかったね、よかった。リカちゃんコール頑張った、やった、聞こえたよリカちゃん。たまごサンドさんかわいい、ありがとうございます。たまごサンドさんお花ありがとうございます。やーやーこんばんは。リカちゃんセンターのペダルめっちゃ楽しかったって、ありがとうございます。そうなのです、見どころ。今日は新幹線の中何してたって、動画見てた、立ち位置まとめたり。こんばんは、後ろで埋もれながら見てた。そうだよね、大きい人がいたら埋もれるよねあれ。こんばんは、立ち見の難しいところ。あ、そうリバーもしました、あとヘビーローテーションリバー。めっちゃアメリカちゃん、めっちゃアミです。今日はね高めのツインとかにしようかなと思ったけど、高めのツイン他にいたので、そう2人はいらないなと思って三つ編み。可愛かったありがとうございます。久しぶりの三つ編みかな、でも三つ編みにしてみました。こんばんは、三つ編みレアかな。今日ハーフツインも多かったんですよ、だから私の第二候補ハーフツインも、私メイクの順番が最後だったので最後から2番目、みんなの髪型を見て決めた。リカちゃんコールいっぱいした、ありがとうございます、嬉しいです。そうツインとハーフツインばっかりだった。こんばんは、だから今日は久しぶりの三つ編みです。ポニーテールもいいなと思ったけど、メインの福田さんがポニーテみたいな感じだったし。こんばんは、三つ編みは私一人です、飛び出てきてる。Yeah, yeah.
錦鯉さんハートありがとうございます。愛南祭りぶり、全然最近じゃん、全然久しぶりじゃない、最近ぶり、最近。うどむさんありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは、ありがとうギフトありがとうございます。ももさんお疲れ、ありがとうございます。ガチ恋、リカちゃんコールした、本当本当にお疲れお疲れ。暗いかな、そんなもんか。行けなかったの後悔すぎて、来月の東京花だれ無理して行こうか考え始めましたって。出るかな、まあ、仕事がなければ出るだろうけど、まだわかんないけど。2階から送ったリカちゃんコール楽しかったです、ありがとうございます。今日の福フェスライブでファンになりました、本当嬉しい、やったー、こんばんは。ママさんお疲れ、ありがとうございます。マクレスありがとうね。私今日めっちゃ上手寄りだった、踊りながら。上手、下手もなんかあったけど、リバーは下手だけど上手。こんばんは、ゆうたパパさんお花ありがとうございます。26話会いに行きます、26話香川待ってます。奈良さんお花ありがとうございます。特典会もねありまして、いつも通り福フェス、いつも通り。こんばんは、ミニマロンさん愛してるギフトありがとうございます。こんばんは、パジャマじゃないですよ、レッスン着、ジャージです。安部さんバラありがとうございます。でもパジャマは部屋着にもできるし、ダンス着にもできるし、ウォーキングにも着れると思って買いました。 See you の X のヘタレの衣装めっちゃ可愛かったって、そう全身写真を載せたので X 見てね。今日はあのライブが、特典会が終わったら21時58分とかで、超メールギリギリだったからメールはあんま送れなかったけど、1分で。うどむさん狼ギフトありがとうございます。そう9時58分ぐらいに特典会終わって、あと2分、ゆきりかも近くね、見えた、ゆきりか、こんばんは待ってたよ、ありがとうございます。空気乾燥してる気するな、ひとしさんお花ありがとうございます。忙しい時に全然で4万。
まとめ買いもいいね、これ。こっちの方がいいな。こんばんは。やっほー。明日は東京楽しめません。お仕事あるので、広島で。こんばんは。激早起きです。あ、これ爪か。ならよかった。青のペンライト持ってた？こんばんは。にゃおさん、ハート。ありがとうございます。愛してるギフト、ありがとうございます。始発ではないですよ、さすがに。そんなに早くはないです。早めに寝ましょう。寝ます。ね、時間を下げるのは良くない。こんばんは。早いイコール始発ではないので、それは早すぎだろ。朝ごはんは食べに行かないです。さん、タコありがとうございます。こんばんは。三つ編みかわいい。三つ編み前の北別の時こういう髪型してた気する。東京普通の服フェス。ルカさん、お花ありがとうございます。お花特典会もありがとう、ありがとうございました。グッズ、コンビニで何か買ってきたのって。うん、買ってないよまだ。ミキヤくん、タコありがとうございます。こんばんは。15分。まだ意外と配信してないのかみんな。ベホーケナさん、タコありがとうございます。
こんばんは。そう、私が配信終わっても相手がやってるから、相手が終わるまではやります。どうせタコは反映されてるよ。何分までやるって聞いたけど返信来ない。ゆうたパパさん、お疲れ、ありがとうございます。相手も同じこと思ってたりしてて、でも聞いたんですよ、 LINE したよ。トントンさん、ハートありがとうございます。そう、今日もついてるパジャマは使わない。今日は T シャツも持ってきたし、自分の服で寝ますよ。ゆうすけくん、かわいいギフトありがとうございます。ついてるパジャマどこにあるんだろう。やばい、 T シャツを布団の上に置いてる、靴を置くところに。やばい。フェス、ちょっとずらそう。この靴で上がれる布みたいなトラップだよね。ベッドの上で中身出したらあそこに置いちゃう。ケンケンパーさん、ありがとうございます。ね、ベッドの上でさ中身出してたらそこに置いちゃうじゃんね。あ、まあ、でも靴で上がる人あんまいないのかな。意外と知られてないもんね、これ靴で上がれるっていう布なの。細めの横長の。日本人にはいない靴で上がれるとこある。これ最近テレビで知ったんですよ。だから、それ靴のまま上がるやつなのかって。でもさ、あのホームセンターじゃないわ、何、ニトリとかのベッドコーナーにはあのさあるじゃん、靴のままベッドの寝てみれるよみたいな透明のシート、あの感覚、寝心地を試せるよみたいな。こんばんは。そんな感じなんですよ。けんけんパーさん、お花ありがとうございます。ルンルさんには会えたもんって、会えてないんですよ。会えてないです。こんばんは。そう、別の楽屋だったし、あんま会うタイミングがなかったですね。でもあの控え室のテレビでライブは見えた。
お話し会で話しますわ。特典会行った？もしかしてジャムズさんの。でも武道会の500円のすごいよね。一般席見に行くことはできないし、なんかそんな広いっていうか、なんか見るスペースがないというか、だから楽屋のテレビで見ました。ビデオ、小さいテレビ。こんばんは。サイズさん、お花ありがとうございます。そう、見るところなかったからね。でもテレビで見たので。しぐれさん、バラありがとうございます。しぐれさん、バラありがとうございます。同じステージに立てるだけでも感動ものね。だから集合写真撮ってるからね、実質写真撮ってる。みきやくん、かわいいギフトありがとうございます。アイナマジにステージに立った時は感動しました。立った？ステージ。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ステージに出れたんだ、すごい。こんばんは。阿波踊りね、阿波踊り踊れるようにしとかないとね。何かとさ、踊る機会多くない？阿波踊り踊れるようにしとかないと。こんばんは。なんかおしゃれな部屋みたいだね、この画角。家こんな感じだったらいいよな。ソファー。おしゃれ価格すぎない？おしゃれ価格ね、おしゃれな部屋って感じ。ソファー持って帰る？どうしよう。部屋の感じ似てる？全然。カーテンの前ぐらいですよ、共通点。共通点、カーテンの前くらいですね。換気扇みたいなのあるじゃん、空気清浄機つけようかな。コンセントつながってないのかい。空気清浄機も入れてみた。浮きか空気清浄機も入れる。つかないけど。どうして？あ、いけた。空気
戦場入り。強い強い。すごい空気。よし。カーテン閉めない。だって見えんくない？透けて見えないからまあいいかなっていう。じゃあそろそろ終わろうかな配信。三つ編みで書道できそう。筆、いい筆。様でした。ということで男女読みます。13位ムーランさん、12位モンマさん、11位キツネさん、10位ミニマロンさん、9位ルカさん、8位ひとしさん、7位つばさほしいさん、6位ローリンさん、5位やすべさん、4位フェドパパさん、3位ミキヤくん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ということで本日も終わりです。おやすみなさい。いろんなところから声が聞こえ始めた。配信みんな始めたんかな。いろんなところからいろんな声聞こえ始めた。キャーキャー、ほら、いろんなところから声が聞こえ始めました。ということで私は終わります。おやすみなさい。おやすみ、またねー。